キノピーは、キリュウ氏のマスコットキャラクターである。キリュウ市生90周年を記念して、キリュウ氏が一般公募を行い、応募のあった400点余りの作品から選ばれた。2011年3月5日の、キリュウ市生志向90周年、水道創設80周年記念式典が行われた際に、初めて登場した。織物の産地である。 桐生市に多く見られるノコギリ屋根の工場をモチーフとしており、頭部は三連のノコギリ屋根を持つ工場の形をしている。頭、胴、足は薄茶色、腕は水色、屋根は茶色である。屋根には工場の特徴である天窓がついている。三連のノコギリ屋根は合併した地域の融和を表している。胴体正面には桐生市シのキリモンが描かれ、 水色の両腕は市内を流れる渡瀬川や気流川を表している。名前の由来は気流の木、のこぎり屋根ののハッピーの P を合わせてノの P と名付けられた。ノの P のグッズは主に気流刺繍商工業組合が手掛けており、刺繍が入ったハンカチやタオル、ストラップ、巾着袋、バッグなど繊維品が中心となっている。 キノピーが描かれた織姫バス2011年に、市政志向90周年を迎えたキリュ氏のマスコットとして誕生した。キリュ氏の市政志向年月日は1921年3月1日で、市政記念日も3月1日であるが、3月5日に、キリュ市民文化会館シルクホールで、キリュ政姿勢志向90周年、水道創設80周年記念式典が行われ、キノピーの着ぐるみが、 初めて披露された。そのため、記念式典が行われた3月5日が、キノピーの誕生日となった。2011年7月から9月末まで開催される、群馬デスティネーションキャンペーンを前に、桐生駅では6月15日から、発車メロディが、ヤギ説に変更され、同日の発車メロディ変更記念式典にキノピーが、登場し、桐生市長や桐生駅長と共に、発車の合図を行った。 6月24日には、キリュウ市の観光キャラバンが、東京駅日本橋口 TIC 東京前、イベントスペースで、特産品の販売やキリュウや技術祭りの紹介を行い、キノピーと群馬県のマスコットである群馬ちゃんが登場した。第16回キリュウファッションウィークでは、キリュウ市収賞工業組合によって制作された、キノピーのワッペンが販売され、その収益は、 東日本大震災の被災地に寄付された。2012年3月3日には、桐生市市民文化会館で、キノピーの誕生会が行われ、群馬ちゃんや前橋市のマスコットであるコロトンが参加した。キノピーは3月5日生まれであるため2日ほど早い誕生会となった。ありがとうございます。